ということで、ただいま美浜の、土曜日恒例の、花火終了いたしました、皆様にねこの花火のドーンという音を味わっていただこうと思ってわざと何も喋らずにいたんですけどね、どうだったですかね、はい、いやしかし3分くらいですけどすごい綺麗だったなというふうに思っております。これあの毎週土曜日の夜8時から、上がっておりまして、まあ、よっぽど天気が悪くない限り、打ち上げている花火でございます。まあ、コロナで非常に世の中がね、意気消沈しているということで、まあ、北谷町が、これイベントとして毎週やってるものでございまして相当お金かかってると思いますけど、まあ、それでもね、みんな楽しませようっていうこの気持ちが非常にいいかななんて思ってますよ。いやしかしね、この花火直前までちょっとにわか雨が降りまして、今路面なんか濡れてるんですけどね、まあ、そういった中で花火の時に、はい、本当に綺麗に雨も上がりまして本当に今日は良かったかななんて思っております。今日はね、まあ、花火見た最近見たことない人のためにまあ花火久しぶりにちょっと中継させていただきましたけど綺麗に映ってましたかね。まあ、こういった花火見る時ぐらいはね生臭い話はなしにして、ぜひ皆さんあの余韻に浸っていただければなと思っております。なお今皆様の方に見えているのはリゾートウェディングの会場とあと、和牛のお店それからケバブのお店であと、蒸気海鮮さんっていうね、海産物食べ放題のお店が映っております。まあ、この蒸気海鮮さんの方からは食事をしながら花火も見れるということでございまして非常に人気があるお店でございます。さて、花火も終わりましたんで機材を撤収してね、また車の方に戻りたいと思います。今日は生臭い話一切なしで花火をお送りしました。どうもありがとうございました。